はい、木の店三目です。これはね、ヒノキですね。岩手県産の、ヒノキで原木から製材して一枚板になりました。両耳がついてね、こう耳がこちら側の方はね、結構緩やかな耳がついてて、こっちの方は、比較的角度がついてるというね、感じのヒノキになります。今この塗装してないね状態で、今見てもですね、結構ねこの元口のこの木目からね、こうまあ大味な感じなんですけどね、年輪が細かいわけじゃないんだけど、結構こう動きがあって、なんかねこう躍動感がある、動きのねあるヒノキの板かなっていう風な感じがしますね。耳が緩やかなので、比較的ね外側の原木のねところだったかなっていう、ね、そういう板ですね。サイズの方がですね、長さが2380あります。そして、こちらがね、末口になって、まあここにちょっとね節がありますけど、この末口のところで440あります。そして、この板ね、真ん中のあたりが少しこうすぼまってね狭くなってますね。真ん中のあたりで400なります。そして、大体同じような感じの幅できて、最後だけねちょっとこう株が張った感じになって、元口のところがね一番広くて460ですね。そういう幅になります。そして厚みが43ミリですね。はい、こんな感じの板になります。まあ本当にこう、こちらの方はね、節もなくね、ここに大きい息節がドーンとね入って、ぐーっとね枝がこう出てた感じですね。でここにまた枝からちょっとまた節ね、枝が出たでしょうかね。はい、でここが、末口からこうちょっと割れが入って、ちょっとなんか目割れみたいなね割れになってますけど、まあ大体この辺で止まってて、ここは、パテ埋めを、ね、してます。そしてあとこの辺もね、ちょっとこう補修を少ししながら、パテ埋めをしてますね。はい、こういう風な感じですね。いろいろこう耳もまあまあ、皮がね残ってたりとか、ちょっとこうね、大きなね、虫穴なんかも少し点々とありますけど、雰囲気はねあっていいんじゃないかなと思いますね。この辺もみんなこう虫の、張った跡がこう少しこうありながら、あると皮がね残りながら、雰囲気としてはね、いい仕上がりの耳かなと思います。はい、この辺もヒノキなのでね、題面はある程度白木な感じでね明るい感じになると思うんですけど、この耳でね、どういう風な感じでこうグッとね、締まった板にね見えるのか、そうですね、またその辺も耳と題面のね、オイル塗った時のこう濡れ色なんかもねぜひ見ていただきたいなと思いますね。オイルの方塗っていきましょう。反対にしてキューラから塗っていきましょう。はい、キューラもねまあやっぱりねある程度こう、ね、面白い木が、ね、出てますね。まあ年輪幅大きいにしてもねこう動きはあるのかなと思います。はい、木浦のこの辺も ある程度はこの割れもね、木表木浦とパテ埋めはまずある程度しっかりしてますね。はい、そうですね、本当にこうヒノキらしいね、色が出てきましたね。はい、木浦の方は、まあ耳が多少緩やかだったので、まあ、木表よりもねもう少し広くね、使えるかなとは思うんですけど、だいたい木表で440ぐらいだったところが、この木裏の末口のところで460ぐらいあるし、あとはこの真ん中のあたりもね、木裏の方で460ぐらいありますね。そして、この元口のところも木裏で、510あります。はい、木裏にするとねそんな感じの幅でね、使えるかなと思いますね。木裏で使ってもいいと思います。そうですね、うん、いい感じで塗装できたんじゃないかなと思いますね。はい、木浦は以上です。はい、そのまままた
反対にして清表を縫っていきましょう。木裏の方はね、あの耳が全く見えないですけど、今度清表はね、耳も一緒に絡めて、表情がわかるかなと思います。はい、この節の部分ですね。しっとりね、いい塗り色がね出てるかなと思いますね。本当にこう一塗りするたびにガラッとね、あの変わった感じにはなります。塗るたびにねこう浮かび上がっていいですね。ほんのりこう赤みのね、この真ん中の部分が少しこう赤みの部分がこうね見えたり感じて、うん、すごく表情あっていいんじゃないかなと思いますね。小口を塗って、さらにねこう一枚だとして立体的に見えるかなと思います。耳の方ですね。そうですね、やっぱりこう塗るとこの虫の張ったところのね、通り道とかがもうぐっとこう立体的に出てきて、あとはこの少しこの茶色くなった甘皮ですね、渋皮っていうのかな、そのね皮のあの甘皮の残りがね少しこう見えてたりっていうのもこう表情ねあってすごい景色になりますね。はい、耳がすごくねいい感じで仕上がってる感じです。こちら側は少しね角度がついた耳になってますね。あの直角にね近い感じで、そうですね、ヒノキの赤い皮のね部分がちょっとこうね残ってて、今ね塗装1回目が終わって、はい、こういう風な感じでいい感じで仕上がったかなと思いますね。はい、この板のね、ほとんどがね、まあ、節が入ってなくてこう上品な、ね、感じで、まあ、ここの大きい、ね、枝が見えるところにはこう割れの跡があるんですけど、木がねこう左によってこっちによってってね、こうちょっとこう S 字みたいな感じになりながらね、こう表情があって、そして元口になってね、こういう風なね動きを見せてくれて、こういう風な台面で、そして小口があって、そしてこの耳がね、あの平らな感じの耳なので、耳の幅が結構ねこの辺なんか特にこう主張して見えてきますね。そこがまたすごくね耳が目立つ角度になっていて、そしてそれがそのまま自然な感じでね仕上がっているのが、こう全体としてはすごくねいいアクセントになって、ここのね耳の部分が目立っていいんじゃないかなと思いますね。かっこいいですよね。すごく渋くね耳が仕上がって、青も入ったりね虫穴もありながら、はい、すごいかっこいいですね。こちら側もね、今度は先ほどとはねまたちょっと違って少し控えめな感じなんですけどね、だけどしっかりね、板を形作るあの境界線になっててね、しっかりラインがあって、もうね額縁の役割としてねしっかりこう果たしてる感じがしますね。岩手県産のヒノキの一枚板をね、仕上げしました。耳のところもね本当にこうね、渋くねいい感じ、そしてこの台面もね動きがあって、なかなかいい、ね、仕上がりになったんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。